はいはいどうも皆さんこんにちは。今回紹介するのは新作オープンワールドサバイバルアクションのワンスヒューマンです。これ結構注目されてる作品でして、4月時点で予約数1000万、Steam のウィッシュリストではマルチサバイバルゲームとして2位にランクイン、総合ランキングでも14位に入るほどの注目作になっています。またこれまでに開催されたテストでは15万人のユーザーが参加し、YouTube の再生数も最大2000万とかいう今年の注目作でもあるこのゲーム。私も最近 Twitch で見かけて一時ランキングにも入っておりましたね。でまあやった結果、クオリティ高かったわ。あと世界観が非常に詳しく説明していきますね。まず開発はネットイースです。車に構えてうがった目でプレイし始めたらですね、割とよくできてるやん。オープンワールドとしての世界の広さ、作り方、 MMO としての団結感、マルチプレイしてる感がね非常に強い。一つのサーバーに最大4000人が入れて、4000人と一緒に遊べると公式によれば、まあ究極のオープンワールドサバイバルゲームを目指したらしいです。ネットイースがこれまでにリリースしてきたこのタイプのオープンワールドサバゲーの中では一番ちゃんと作られてるっていうか、ストレス要因は少なかったかなっていうのは分かりました。何より世界観がいい。登場するキャラクターもやたらといびつで、頭カメラのやつだったり、列車から足生えてる巨大なやつだったり、電光掲示板からでっかいモンスター出てきたり、サイレントヘッドみたいな本能的に恐怖感感じるエネミーだったりと、デザインの質はめちゃくちゃ高いので、新しいエリアに入るモチベは非常に高く持っていきます。オープンワールドサバイバルの MMO としてはそういうとこ重要ですので、評価は非常に良かった。現在ウィッシュリストに追加するとデモ版がダウンロード可能でして、3時間プレイとバイクのスキンが無料で手に入るらしいです。ようです。開発ネットイース、日本でのリリース日は2024年第3四半期予定です。対応機種は PC、iOS、Android。今作はポストアポカリプス世界を舞台にした新作サバイバルオープンワールドアクション。スターダストと呼ばれるクリーチャーがはびこる世界を舞台に、危険な汚染から逃れながら生存を目指すことになります。プレイヤーはかつて人間だった巨悪な敵を倒し、異次元のボスに挑むことで強力なアイテムを手に入れ、スターダストの汚染を和らげていきます。7つのカテゴリー、合計約100種類の銃の設計図を使用可能で、戦闘を繰り返して新しい設計図を手に入れ、武器を製作、アクセサリーや特殊スキルを用意、またテリトリーコアを使って自分の拠点を作ることも可能で、小さい部屋に必要なものを詰め込む実用的なスタイルでも、中庭やキッチン、ガレージのあるタウンハウスでも、いつでも領地を自分好みに改造したりできますと。大体ね、ベースのシステムはライアフとかサバイバルゲーム踏襲してる感じはあるんやけど、それはあくまで側だけなので、実際のシステムは刷新されています。まあそういうところで差別化図られてますね。具体的に言うと、サバイバルクラフトのクラフトの素材収集部分がかなり円滑になったってのと、それに紐づいてクラフト部分もやりやすくなっている。ライアフの後発作品なんかでも感じていたストレス部分は排除されていて、まあいいところだけ集めて最終コンパクトに収めたっていうゲームになってます。枠組みは大体一緒なんですけど、プレイしてると新しいゲームに感じるという印象でした。でこのゲームの特徴としては MMO としての作り方でしょう。今作は1サーバーに最大4000人以上のプレイヤーが参加できる仕組みになっており、そのサーバー内でパーティーを組んでモンスターに挑むことをはじめ、 PVP エリアや最大32人のギルド、ウォーバンド同士で領土を争うことも可能。また PVP イベントでは誰かがレアアイテムを手に入れると PVP モードになって奪い合いが発生するなど、まあいろいろ要素あるんですけど、基本はねまあソロでも OK です。より私はソロしかやってないですね。ただボス戦はパーティー組んで戦うようなレベル設計にはなっている。頑張れば戦いやんこともないんですけど、長引きすぎてだれるので、まあパーティー必須っすね。でこの4000人が集うというところだけあって、フィールド上にはプレイヤーのセーフゾーン、まあいわゆる拠点が乱立するんですよね。これ誇張でもなんでもなくてマジで乱立してて、中心のエリアの周辺はユーザーの拠点で群がります。それゆえソロでプレイしていても常に他プレイヤーの気配を感じることができる。で世界観について本当にこれよくできていて、人間の体なのに頭がスポットライトのやつやら、バルーンを体にひっつけた狂人、他にもいろいろあります。演出も良くて、 BGM をはじめ SE 効果音、雰囲気作り、どれもこれは高品質。特にスポットライトのやつなんかはプレイヤーが視界に入るとサイレンみたいなのを鳴らして仲間を集結させてきたりと、かなりのホラー演出になっていたり、広場の中心に宝箱あるから拾いに行ったら突如看板から超デカモンスター出てきて戦闘始まったり、足の生えたバスがその辺うろついていたりと、オープンワールドの世界の広さを利用して様々なポイントでイベントが発生し、そのどれもが秀逸なデザインのエネミー、カットシーンで盛り上げてくれるので、これはまあフレンドとやったら盛り上がるやなと思いながら一人でプレイしてました。はい、システムなんですけど基本はライアフと思っておけばいいかなと思います。ただ細かい部分でこのゲームのいびつな世界観に適応しているっていうのと、ライアフやら同ジャンルでの作品の不満点、改善点をある程度見つめ直して一個上のサバイバルクラフトとして出してきたっていう印象です。じゃあまずゲームを開始したらすぐにキャラクリ始まるんで、そこを軽く紹介しますが、男女選択可能、キャラクリの幅かなり広いです。最初はテンプレのキャラ選んで、そこから細かくいじっていくっていうやつなんです。キャラクリ終わったらすぐにゲームが
始まります。操作としてはまず近接攻撃、射撃、回避です。難しい操作は要求されません。クリティカル攻撃や弱点ダメージもあり、ボス戦では重要。スタミナは用意されていますが、回避アクションに制限はありません。右クリックを押し続けると一人称視点で照準が可能。スクロールホイールを使用して武器を切り替え、敵に対してのバックスタブ攻撃も存在。敵の後ろにしゃがんだ時に F を押すことでの QTE もあり、シンプルな操作ながら幅広いアクションは用意されております。まあ最初の流れとしてはね、序盤は銃弾クラフトをする余裕がないので近接攻撃で戦うのが常になるんですが、近接がやたらと攻撃力高いので必然的に中盤頃までもなんか近接やるんちゃうかなと思いますね。そしてこのゲームサバイバルの特徴もありますので、ゲージとして空腹、水分、その他細かくあり、これらの増減でステータスに影響があります。ゲーム開始するとストーリーも同時進行で挟まるんですが、気づいたら明確してる女の子出てきて、カラス出てきて、そいつパートナーになってリュックの中に蝶々入ってましたね。でこの流れで説明しとくんですけど、このリュックサックに入ってる蝶々ね、まあね、特定のとあるゲームを思い出した人もいるでしょう。はい、こやつの役割はですね、まあいろいろあるんやけど、一番は小気度ですね。プレイヤーが時空モードに入るたびに、時間の経過とともに徐々に小気度が失われ、キャラクターが敵からダメージを受けるたびに小気度が減少。小気度が低下するとキャラクターの最大 HP も減少していくっていうシステムがあるんですけど、まあその小気度のパーセンテージを表示してくれます。ただね、これデメリットだけじゃなくて、キャラクターの小気度 50% になるとランダムでバフが付与されて物理ダメージ 30% 増加とか、まあいろいろ救済処置もある。この辺のバランスは結構面白いです。で中に入ってる蝶々さんですが、他にもいろいろ種類があって、スライムみたいなやつだったり、他もろもろ時々召喚して支援に回ってもらうこともできます。 BB とはえらい違いですね。でフィールド上の話ですが、まあグラフィックは綺麗。フィールドの作り込みとしてはライアフとか他の作品と比べると密度は高く、ロケーションも豊富になっております。広さどんくらいあるのかっていうのは数値的には分かんないんですけど、かなり広い。最初は狭い範囲でレベリングして、そこからエリア開放していくという感じですね。それぞれにファストトラベルポイントも用意されていて、塔を開放すれば次回からそこにトラベル可能。フィールド上に用意されているものとしては、クラフト素材の採取ポイント、ボスエリア、他もろもろ。英語なんで正式名称分かんないんですけど、結構コンテンツごとに区切られているイメージで、例えばちょっとしたアウトレットみたいなところに行けば、左にタスク表示されて、このエリア内にある何それを取得しろみたいな、エリアごとに宝箱が隠されていて、それら拾っていけば自動的に装備品レベルアップしていくっていうような設計にはなっている。ゲームとしての進め方をこういう風に提示してくれてるので、初心者も理解しやすいものにはなっている。私の場合英語でやってるんで、わけわからんままやりながらも、ああこのゲームこうやっていけばいいんやなというのは、このシステムで感覚的に理解できました。ここは評価ポイント。で拠点についてですが、まず共有リスポーン地というものがあります。自分が死んだらリスポーンするところ、これね他ユーザーと同じエリア内にまあ自分で作るんですけど、見た目は墓場とかではありませんが、プレイヤー全員がそこに拠点みたいなやつ一応置くから、墓標みたいになってます。一種の墓地ですね。これはわざわざこんなことをしなくてもいいのに、これを採用しているおかげで他プレイヤーと世界を共有しているという感覚が湧いてくるので、 MMO ゲームとしていい演出の一つではあると思います。でメインの拠点はどこにでも置けるものではなく、1ユーザーの拠点範囲っていうのが定められているので、それに被らないところに設置することになります。ベースのクラフト素材はその辺の鉱石、木から入手できるわけですが、ここがですね他のサバイバルクラフトゲームとはちょっと違ってて、今作1回で入手できる素材量がめちゃくちゃ多い。一振りでだいたいまあ15個ぐらい入手できます。めちゃくちゃ効率いいです。前のテストでは2個ぐらいとかやったらしいんですけど、大胆に上限増やしてきました。これは評価できる。この手のオープンワールドサバイバルってクラフト素材集めるのくっそだるいやん。1個の防具作るのでもその辺歩き回って素材採取して、練り歩いて素材採取して、ようやく作ったと思ったらまた次作るために歩き回ってっていう感じにしないといけないんですけど、このゲームは5分くらい気を切っておけば木造の豪邸建てられるくらいには素材集まります。武器防具のクラフトはまずスキルツリーから作業台やらを解放して、武器なら設計図を入手することでその台で作成可能。ここも結構かゆいところに手が届くようなシステムになっていて、一つの銃を作るために必要な素材は武器製作画面で個別で作れるようになっているので手間がかかりません。素晴らしい。このゲームはですね MMO です。サーバー内に4000人を超えるユーザーが入って、それぞれパーティー組んでボスに挑んだり、一緒に拠点周りで遊んだりとか、まあいろいろできるわけです。ボス戦についても言及しておくと、前半は割と緩い設定になっていて、攻撃力が極端に高いわけでもなければ、攻撃パターンもやたらと複雑ではないので、しっかり動きを見て戦っていけば OK。 銃で遠距離攻撃しながらダウンしたら近づいて近接ぶち込むとか、結構いろんな立ち回りできるんで、面白いのは面白い。そこで他ユーザーも一緒に戦えればさらにワイワイとできるんですが、結局 MMO って他プレイヤーとパーティー組んで楽しむことに重点置かれていたり、 PVP こそが楽しいっていう節もあるから、 MMO って聞くだけで結構ヘキヘキする人も多いと思うんですよ。実際私もそうで、特に PVP は嫌い。なんでかっていうと、別に他プレイヤーと戦ったところで楽しくないし、
し、なんなら負けた時にイライラするから。感情的なマイナスを生む要素をゲームで感じたくないから PVP はあまり好きじゃないんですよね。ただなんか人の気配があって、それがソロプレイの面白さに昇華されているならめちゃくちゃいいかなとはよく思うんですよ。つまりはいい塩梅で他プレイヤーと関われる MMO ゲーム。その点このゲームはどうなのかというと、まあその辺はね、まあ割といい塩梅で設計されているとは思います。 PVP は置いておいて、まず世界観の話で、さっきも説明したようにリスポーンの場所が密集していたり、拠点も密集しているから、その辺歩けば絶対に他プレイヤーのプレイ風景が垣間見える。サバイバルゲーとしての良さは出ているかなと思います。ボス戦の時だけオートマッチングして助けてもらうっていう感じでもあって、世界観にマッチした設定とゲームのバランスは保たれているので、一般的な MMO のようなゴリゴリにパーティー組んで身内だけで盛り上がるっていうようなゲームよりはまだ入りやすいかなとは思った。ただまだテスト段階っていうのもあって、リリース後成熟してくれば独自の文化だったりはやっぱりできると思うんで、どうなるか分かんないんですけど、現時点では世界観とゲームシステムはいいバランスで保っているので、 MMO の中ではソロプレイヤーの人権はある程度ある気がします。ただ一個良くないというか、私的にここは改善してほしいなと思ったのはマッチングですね。本作オートマッチングみたいなものはあるんですが、実際はですね、ディスコードでパーティー探すっていうような仕組みになっちゃって、それにも依存しちゃってるので、フリーでプレイしてマッチングしようと思っても同じレベル帯の人間がいないことがよくあります。最近のゲーマーならディスコードやってて当たり前だと思うんですが、私やってない人間なんで、どうしてもねこのディスコード依存にはなれない。ここには何かしら手こ入れしてほしいなって思って聞いたら、公式さん曰くディスコード依存は今後改善していくとのことでした。はい、気になるところなんですが、まずは収益システムですね。このゲーム基本的には課金システムが緩いのは確か。ガチャはあるにはあるんですが、まあスキンが主な課金要素ではあって、別に課金しなくても楽しめるよっていう雰囲気はあるんですけど、ボスの戦利品についてはそうでもなくて、簡単に言えば特定のアイテムを使うとちゃんといい報酬が手に入るようなものになっています。高レアのアイテム入手にはそのアイテムを持っておかなければならないわけで、結果的にそれが課金アイテムとして提供されるんじゃないのかという懸念は一個ある。こればっかりはリリースされてみないとわからないんですが、高レア帯のアイテムを入手しやすくするアイテムなんか、その辺でポンポン入手できるようにはしないはずなので、そこで課金要素として出てくるかなと思います。次はフレームレート。サーバー内に4000人入れるっていうのは非常に魅力的なんですけれども、拠点建築するところってある程度人が密集するので、そのおかげでフレームレートがガクッと下がる傾向にはあります。現在ベータテストで人数限られているからまだマシですが、正式リリース時は一気にプレイヤー数増えるんで、リリース後のフレームレート問題で荒れないかなっていうのは心配。はい、最後はマッチング関係。これはさっきも言った内容で、パーティーのマッチングがディスコードに依存してたりしてます。だからここはね、改善しないとソロゲープレイヤーの人権がかなりなくなっちゃうので、公式のお言葉の改善するというのを信じるしかありません。正式リリースでどうなるか期待したいです。はい、ということでワンスユーマン紹介レビューさせていただきましたが、このゲームはですね、現状かなり期待できるゲームだとは思います。まだ日本語対応してなかったんで戸惑うところはちらほらありましたが、それ抜きにしても世界観は良し、サバイバルクラフトとしての進化も感じられる内容になっており、この手の作品が好きなプレイヤーからは一定以上の需要はあると思います。ただ6月11日からは日本語版デモダウンロードが可能となっております。まあ、気になった方はですね、概要欄にリンクを貼っ付けておりますのでチェックしてみてください。現在ウィッシュリストに追加するとデモ版がダウンロード可能でして、3時間プレイとバイクのスキンが無料で手に入るらしいです。はい、じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるんで登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。Perhaps humans were fated to build the monoliths, reaching heaven and returning with a gift. Stardust. But mankind was given more than it wished for. Not progress, but chaos. Every new height brings a terrible fall. And yet hope still glimmers.Even in the depths of the unknown, like mayflies, we die to live again. The smallest creatures show the greatest resilience. Wherever we remain standing, we stand together.